4K 解像度とは、横4000縦2000前後の画面解像度に対応した映像に対する総称である。K は線を表す SI 接頭時、キロの意味で、横、縦の解像度を意味する 4K、2K とも呼ばれる。現在民生用では、4K 解像度、4K という場合、以下のどちらかを指して使われる。なお、2015年現在の日本の地上デジタル放送や、 通常のブルーレイは 2K 放送以下の解像度がほとんどである。詳細は 2160P を参照 4K ドトブは ITU が定めた企画。フルハイビジョンのちょうど4倍の画素数の映像である。アメリカでは有料ネット配信大手が 4K で自社制作したドラマを配信している。 韓国では2012年10月から地上波による送信が行われており、2014年4月には3チャンネルとなった。またケーブルでも放送されている。詳細は 4K8K テレビ放送を参照2013年の4携帯大テレビの出荷台数は27万台であった。放送では2014年6月2日にチャンネル4。 K が開局して 4K 筐体域衛星放送を開始した。また、ISDB 方式による 4K 筐体域衛星放送が2016年に一般には受信できない試験放送として開始され、民放キー局と NHK が行う一放送は2018年から行われる。この2つのサービスにはアンテナやチューナに互換性がない。 圧縮方式に H265 テレビとの接続に HDMI2.0HDCP2.2 を採用している。詳細は4096-2160を参照。ダシー 4K は映画制作会社が加盟する団体デジタルチネマイネシアティブスで定められている 4K である。そのうち 最も使用されるアスペクト比で使用されるのが4096-2160である。この解像度で撮影するカメラも、カノン EOS-1DC やソニーシニーウルタ、F65 など、一般向けに市場に出ている。ダッシー 4K には4096-2160の、他に別のアスペクト比、シネスコやビスタ向けの解像度がある。これらは4 9 6 2 1 6 0を、 アスペクトに合わせてカットしたもので映画の上映で使われている。デジタルシネマを撮影する用途で開発されたカメラでは以下の解像度が使用されるが、これ以外にも複数のフォーマットがある。2003年に発表。2006年10月から有料化し出し事業開始。映画撮影で本格的に使われた最初の 4K カメラとされる。2007年8月から販売。 動画を含む多くの映画撮影で使用されている。YouTube では2010年7月より 4K に対応した。現在では UHD で表示されるようになった。4KDLP シネマ、画面解像度も参照。ありがとうございます。